日本群馬県桐生市稲荷町稲荷町は群馬県桐生市の町名。面積は0.08平方キロメートル。郵便番号は376-0022。桐生市の中部に位置する。西木町、織姫町、三原町、清瀬町とともに桐生市第三区に属する。東部は新川橋通りを境として西木町に、南部は織姫町に、西部は三原町に、 北部はコロンバス通りを境として共江町にそれぞれ接する。町域の北部一帯は新川公園と気流市中央公民館の敷地となっており、かつては新川球場や新川バラ園などがあった。野球場の北を渡らせ川から分かれた新川が流れていたが、後に埋め立てられている。バラ園はコロンバス通りの延伸工事により、東六丁目に移設されている。 かつての新宿村の一部にあたる。1889年の町村政志向により、紀流新町、新宿村、安楽戸村、下久方村、上、久方村平江が合併して、紀流町が発足。新宿村は紀流町の大技の一つとなる。1921年の市政施行を経て、1929年に大技が廃止され、現在の町名である。 稲荷町となった。町名は東に隣接する西木町の10月海なり神社に由来する。2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町内に鉄道駅はないが、近隣に気流駅がある。新川公園の東に織姫バスの停留所がある。 町域内には、コロンバス通りや昭和通り、新川橋通りがそれぞれ通じている。ありがとうございます。